場合はこういう状態で、ただ、え、そうそうそう。で、この手首を覚えると、手首と竿に対して45、え、そうそう、この45。ここからここまでは自由ですね。手首から自由。で、手のひらですね。手のひらは、あの、地面向ける。え、そう。45、地面向ける。そうそう。ここで、下に押さえるは指先。親指立つ。あれ、もうちょうど中に入ってください。手はもうちょうど中にね。え、そうそうそう。この感じ。え、そうそう、この感じ。親指立つ。これ、この形。下がらないようにね。はい。で、内弦はここの弦。外弦はこれね。うん、2号、同じですね。うん。バイオリンと同じように、そうそうそう。まず、この状態ね、この角度。上がらないようにね。下に切ってるのか。ここまで運ぶね。そう。